どうも、ナンパニーのゲーム実況チャンネルのナンパニーです。今回はいよいよブロスタをやっていきたいと思います。実はもう少しで丸4年になりますこのゲーム始めてもう丸4年になるんですけど、初めての動画です。ほぼ毎日入ってます。で、このゲームどんなゲームかというと、まあいろんなモードあるんだけど、基本的には3対3で殴り合ってで、どっちのチームが強いかっていうのを争うゲームだと思ってください。3対3以外に、そのソロとかデュオとかもあるんですが、基本的には3対3です。まあ、サッカーやったり、エメラルド集めたり、ホットゾーンに泊まったり、まあ、いろいろあります。いろいろあります。多分一番スタンダードなのが、このエメラルドハントだと僕は思ってます。ってことで、まず実際にやってみましょう。はい、始まりました。よろしくお願いします。で、キャラクターもね、めちゃめちゃいっぱいいるんですが、ナンパにもやっぱスライムということで、頭の上にスライムが乗ってるということで、このスクイークっていうスライムのキャラクターを使ってます。一定距離投げて着弾したところでちょっと時間を置いて爆発するみたいなキャラクターなんだけど、これ本当にいろんなキャラクターがいて、近接で殴り合うキャラもいるし、こうやってなんか風船みたいに膨らませてくるやつもいるし、あと投擲して、壁乗り越えて攻撃してくるやつとかもいます。なのでステージとかね、相手のキャラクターに合わせて使い分けるのがいいのかなと思います。こんな感じで、投擲で攻撃することもできる。で、さらにね、レベルを上げるとね、なんて言うんだろう、これ、アルティメットっていうのかな、ちょっと特殊な技が、今ヒットしたね。とか、こういう、ね、特殊な技が使えるようになります。オッケー。あ、やばい。よし。まあ、こんな感じのゲームです。最後なんかちょっとねバットってやられてたけど、でも僕的には気持ちいい試合ができました。ありがとうございました。っていうか、モードの説明何もしてなかったねただ単純に戦っただけだったわ。はい、じゃあちょっともう一回再戦ということで、同じくナンパニーのスクイークというキャラ使っていきます。で、このモードはですね、画面の中心からエメラルドが出てくるんですけど、これをチームで合計10個持った状態で、何秒だっけ、何秒間か待機するとチームの勝ちっていう、そんなルールのモードです。で、ちなみにやられるとエメラルドは落とします。当たんない、やべ、あ、落としちゃった、落としちゃったなぁ。ナイス。で、今僕が落としたから、今相手に奪われたと。お、そこにいる。よいしょ。あー、そこにいるんだよなぁ。わかってんだよなぁ。わかってるけど、ライフ少ないからいけないんだよな。いけないんだよな。頭の上の緑色のバーが、一応ライフになってます。よし、いったか、 OK、 スイッ、いった、これちょっと死んでもいいな、別に。あ、 OK、 ヒーヒー、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。はい、はい、はい。この人倒したところで、10個には満たないんで、ナイス。でもこの刀持ってる人が、14個持ってる。何秒だろう ?20 秒とか、そんなもん。あの人を守りきれば、こっちの勝ち。ナイスー。OK。
まあ、こんな感じのモードですね。これが一番スタンダードかなと思います。なかなかナンパリもチームに貢献できたんじゃないかな。でキャラクターなんですけど、本当に今はめちゃめちゃいっぱいいます。現在全部で84人いるみたいです。でこのキャラクターも結構定期的に増えててるんで、多分これからまだまだ増えていきます。でさっきナンパリが使ってたこのキャラクター、スクウィークっていうキャラクターなんですけど、これはコントローラーっていうタイプに属してるらしい。さっき見た通り、あの攻撃すると一時的にそこに爆弾みたいのを置いて、でそれが時間が経って爆発して攻撃するみたいな、まああまり1対1で殴り合うっていうよりも相手に下がらせたりとか、こっちに来ないようにするみたいな役割のキャラクターらしい。まあ、他にも攻撃と防御のどっちのバランスもいいアタッカータイプ。このアタッカーは遠距離、中距離、長距離それぞれいます。アサシンタイプは攻撃力と防御力はそんなに高くないけど、移動速度が速いんで奇襲をかけたり、弱ってる間に追い打ちをかけてとどめを刺すみたいな戦略が取れるタイプ。離れた相手に大ダメージ与えられるスナイパータイプ、当てるためのエイム力だったり、あと相手の動きの読みとかね、結構必要になってくるタイプですね。あと壁越しに攻撃ができるグレネーディア、攻撃力自体はそんな高くないんだけど、敵の攻撃の届かない位置から壁越しに攻撃ができるっていうのが特徴だね。これで一方的にダメージ与えてる敵はめっちゃ気持ちいい。耐久力がめっちゃ高いタンクタイプ、移動速度は遅いキャラが多いかな。でもそれをカバーできる耐久力を持ってる。あとは味方をね、回復したり強化したりするサポート型、ちょっとこれは実戦でやってみます。味方の右側が遠距離攻撃スナイパーだね。で左がタンク、結構サポートとねタンクは相性がいい気がする。で一応ちょっと、まあいろいろあるんですけど、一応通常攻撃すると味方にも回復が入るような今設定にしてあります。設定装備、はい、あー入んなかったか。で味方がタンクでライフが多いんで、割と回復してサポートしたいなと思います。はい OK。味方回復しつつ、ダメかダメか、惜しかったな。ちょっとこの人サポートしながらいきます。お、いった。あ、これはこれは奪えなかったな。味方回復しつつ、味方回復しつつ、でタンクの人もサポートしたいところ。ナイス回復、よしナイスで回復もして、お痛い奇襲受けたね。くぅ、ごめん。よいしょ。ちょっと奇襲攻撃受けてしまった。で、今僕エメラルド11個持ってるんで、ここは死なないように慎重に。はい、回復して、回復して守ってもらいつつの、はい、ナイスまあ、これが全タイプですね。じゃあ次ちょっとエルプリモっていう割と使いやすいタンクのキャラクター使ってみようかな。ちょっとスキンがね、あのスポンジボブになってますけども、最近ちょっとコラボがあってスポンジボブになりました。はい、始まりました。よろしくお願いします。お、行く？飛ぶ？飛びはしない、OK。 お、これは行っちゃおう。うわ、そっか、 OK。
あぶねえ。いやー、結構近接キャラクターだと近くに行けないとどうしようも何もできねえ。はい、あー離された。今あの敵の技でチョンとされるっていう、チョンとされるっていう技が、はい、よし、とりあえずは怖え。いやでもこれ近くに寄れないとだいぶ危ないな。やべ、見つかった。これ近くに寄れればなんとか。お、来たか。押された。よしはい、近くに寄れたんでなんとか遠距離系のキャラクターを倒すことができたと。ナイスー。あれ、建設系のキャラクターは近くに寄れないと何もできねえ。あー、どうしよう、マジで寄らないと何もできないわ。あ、撃たれた。くぅ、やべえ、何もできねえ。一回ちょっとここの1ラウンド捨ててもいいような気もしてるけどな。寄れねえ寄れねえ。いっちゃい、はい、 OK あー、決まった。気持ちいい、気持ちいい、これ気持ちいいわ。決まりました。あ、高評価もつけてくれてありがとうございます。気持ちいい。とまあね、ざっくりとですが、なんとなくブロスター興味持ってもらえたかなこれ案件でも何でもなく、ただ単純に好きでやってるだけなんで、もしよかったらナンパニーにフレンド送って一緒に遊びましょう。ナンパにずっと入ってるんで。もしよかったら一緒に遊びましょう。一応ちょっとナンパにのフレンド ID も載せておきます。もしよかったらフレンドも送ってもらえたら嬉しいです。以上、ナンパにでした。またねー。